終電を見送り、あとは降りてくる人を対応したら終わり。そんな時のことでした。ありがとうございます。はい、せっさん320円ですね。ちょうどいただきます。終電で降りてくる人はなんだか疲れ切った人や、酔っ払いがほとんどで、だらだらと改札を出ていきます。ありがとうございました。さっさと片付けて寝よう。そう思っていたその時でした。酔いつぶれたサラリーマンを発見。あ、お客様、起きてください。大丈夫ですか、お客様。あ、お客様、どこから来たんですか。こいつのせいで僕の睡眠時間はどんどんと削られていく。無性に腹が立っていたその時でした。何、どうしたの。あ、お疲れ様です。いや、この人起きてくれなくて。ああ、そうかそうか。あ、お客さん、起きる起きる、あ、起きる。はい、もうここ閉めるから出てください。はいはいはい。大ベテランの先輩の酔っ払いのお客様への対応は少し強引にも見えましたが、僕にはできない経験の差を感じました。僕にとって強敵だった酔っ払いのおじさんも、先輩にとってみたら普通のお客様と変わらないのでした。さーて、早く寝ようか。先輩の背中は大きかった。